でしょあと1分ですかはい 1>, 1分ですね無理に繋ごうとしなくていいですよコメントは来てませんがメールは来てるっぽいですああそちら違うメールですか違うメールですか <laughs> じゃあ呼びましょうね一応 あー狂気の狂気の,ーー <laughs> 狂気のパーソナリティー。狂気のパーソナリティー読まれてんの <laughs> いや自分の番最近誰言ったんだけど、自分の番組以外のゲール全部読んでやるって言った。<laughs> 狂気 <laughs> やば、狂気。マジで狂気のそれ。<laughs> 狂気。曲はい、じゃあ5秒前。 ああああ、チュンドウチュンドーチュンド FEC チュンドーチュンド FEC チュンドーチュンド FEC チュンドーンドチューンドチューンドチューンド チョップスティックスの夜中にちょこっと箸休めい <laughs> はい始まりましたチョップスティックスの夜中にちょこっと箸休めはいはいお願いします始まりましたね、えー、あ入ってないかもね入ってるあーって言って ボタンではないな、それ。それボタンでは、そ,それから。あ、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 すみません。はい、入りました。うるさいぐらい入ってます。すみません、すみません。はい、ありがとうございます。うるさいぐらい入ってますね。うるさいぐらいって言い方すんだな。はい、こんばんはってこともう早速ね、はい,はい、はいナナさん、カーコちゃん、ペーターさんから。 あ,あ、こんばんはーっていうことで、ね、こんばんはーななさん、こんばんは平成一期お疲れ様でした土曜日の小沢お笑い劇場行く予定ですああ、ぜひとも見てもらいたいですねそうですね、平成一期でした実は <laughs> 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 すぐいんじゃいますけどそうですね平成一期だって十時二十分ぐらいまでやってたよそう 長かったんですよ、一応8時スタートで、8時開演で、まあ今、今日、本日、そうですね。ほんのもう30分前ぐらいですよ、1時間前とか。死に飛ばしてきましたけどね。10時、そうですね、20分頃に終わりましたっけ。20分ぐらいですね。出たのが20分頃なんで、そこからもうさっき着いた50分、今の7分、ギリっすよ、本当に着いたっていう感じでやってますので、でも平成駅盛り上がってたね。盛り上がってたね。いやもう平長くて、まあ楽しかったんだけど その分ね疲れたから疲れたなもう帰らない三でや3人で帰れば大丈夫さ大丈夫じゃんキャンさんまで帰ろうそうですもんキャンさん仕事だから俺なんかが帰ってもまだ多分残業あるから仕事あるからなんならキャンさんがやらないといけなくなっちゃうそでその分この分繋がないといけないからねはいやっていきたいんですけどね結構盛り上がってましたねなんか前回の平成期2月ぐらいかな ちょっと、ちょっと客足が、なんか、あの、あんまり良くなくて。2月ね、なんでかな。そして、あれですよね、なんか、ふわふわしてて、俺たちも。そうだね、みんなね。なんか、ね、体調崩してる人も多かった。しなんか、やばかったね。あ、もとしさん、あの、目薬、あれ、俺も気になったんですけど、あれ、俺のじゃないんですよ。じゃ、ツイキャスで、そういうの言うな。何が、何がりく、目薬忘れてない。ちゃんと、あの、あれに、勝利さんに、あの。ラインでやれや。一応来たんだ、目薬忘れて。そう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 。だからね。 目薬、君のですかいや、あきのりさんのです。いや、あきのりさんに確認しなや。個人でね、リー君のって来てた、あの平成一期のちょっとあのかまそうと思って、俺が、あの目薬をさすっていうボケをしたんですよ。オープニングで目薬をさしたんですよね、彼がね。 あのちょっとねそろそろ挑戦してもいいかなと1年目も終わったもんで新しいことに挑戦したいと思ったことから急に目薬を入れるっていうちょっとあの出しゃばろうかなと思ってやってみたんですけどまあ出しゃばり方間違ってないですか大丈夫ですかでもやや受けでしたよね俺の耳には少ない笑い声が結構デカめに入ってましたけどね僕は全く聞こえなかったあっホントですかその後誰もフォローしてくれないっていうねびっくりしたねあれねいや誰かフォローしれや 行っ,っても誰も来ないっていう。<laughs> <laughs> じゃ、意外と2番目の紹介だったからみんな多分何を何を考えてたのかなああ多分ねちょっと考えてたのかなっていうのがあったのかなと思うんですけどまあ平成期ね盛り上がりました今回盛り上がりました今回内容言いますとタイムリーですからねあ今やったばかりですから記憶が鮮明なうちに言わない確かにね来週は忘れてそうだわからないすよもう忘れてきたけどいやでよや若年性アルツハイマード病院行ってこいなんだ今キレッキレだからさ、今イベント後だからキレッキレイまずはですね普通 の通りのまあネタをやりまして、はい、コンビでね通常通りのコンビでネタやって企画としてはいはい ユニットネタですよ。ユニットネタ、もうコンビをばらけさしてピン芸にも交えて、新しくコンビを組んでクジでね。ということでまあ順番的に言うとまあミナトさんとしええ両とね。両とはい。クーター新刊のミナトさんとでこぼこの両とがまあ一人コンビでやって二番目が中地と中地と松田オイルさんマツオイルさんねがやったと。はい。で三番目が僕とあそかきのりさん。そうそう。津島あきのりさんね。はいがやったってこと。いや終わってない終わってない終わってない。はい。あと二組ある。 4組目がの帰組といらないからいコモ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 コいなモコ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 こコモ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 んモコ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 あったんですけどあれ納得いかないなコモコモコモコ 何ゃですか。いや、めちゃくちゃ。いや、いや、違う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 わけ。はい、何がですか。なんか、まあ、拍手、あ、今いろいろ、やっぱ。もらうじゃないですか。はい、はい。じゃ、このコンビどうですか。ああ、みたいな。はい、はい、はい、はい。僕たちの時、拍手が、夏樹さん、前田夏樹さん見に来てたんですね。はい、はい、はい。夏樹さんしかやってなかった。いや、あのね。少ないと思って。恥ずかしそうに。二、三人男の人が拍手した。ちっちゃく。 ちちっっゃくしててたたそうなんだ一応やってたんだだ周りがいないから、うん、やっぱ沖縄県民の人でそうだと思うんですけど<い>周りがいないからちょっと恥ずかしがってちっちゃめにやってましたけど23人いましたあじゃあまあ面白くなくはなかったとええー、面白かったですよ別にね で今回、一番的なのはお前らだと思ってたからねいやまあです僕は敵になりがちですから知らんけどいつも味方なんだけどいややでもっぱ稽古でちょっとまあ勝利さんとお前のネタを見たりしてぱまあその時も言ったけどやっぱ舞台上では生えたな俺なんかのネタな舞台を広く使うネタをやってるからだから舞台でやると面白かったな実際、ねやっぱあののそ生でやってるこのライブの感じだともっとこのなんだろうアドリブ感が出て。 ね、生のこのこ熱がそうそうそうでもたくさん稽古したからこそできるアドリブっていうのが、うん、やっぱりハマっててよかったなあそうですねあやみさんいいこんばんはお疲れ様ですあ,あお疲れ様ですス、はい、プリームさんお犬やくんがないな犬やくんがない大家くんの間違いですねかん <laughs> にのびのびだと同じ間違い <laughs> 間違 <laughs> ちちあっ え稲荷かず、あ稲荷かずき。え稲荷かずきみたいに言うの。え稲荷かずきみたい。に一つ一つ丁寧に突っ込んでくださいね。え大金さんとれいこさん、最高でした。違います。いやだから見に行ったんでしょ東京の、あの知念田さんライブを。いやそれここで言うんだ。どっちでもない。し前置きなしにな。前置きなしにね。みねさん、お疲れ様です。間に合ったんですね。逆にね。ライブ見に来てたのに、逆に聞くの間に合ったんです。米峰さん。欠かさず聞きますね。ちらっと米峰さん、感じましたけど。ちゃんと聞いてます。 ではい。ということでね。はあ、コンティニューコインがそうあと一つですね。あ、あと一つ。まりました。ありがとうございます。あと一つもあればお願いします。三十分以内に送っていっただけで、三十分以内に送らなければ僕たち爆発します。なんで、次元爆弾じゃないんください送ってくださいね。失礼にかけてる。ブリーさんあのさっきのね、秋野さん、秋野さん客を買収してそう。あの拍手でね。はい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 。まあ秋野さんは結構あの友達連れてきてましたからね。多分だから買収してますね。やめて、お前コンビ組んだなら。 いやいやいや,いやいや、実際面白かったですよ、ね。いや、だから、ネタ合わせの時に、アキさんとやっぱ、はい、なんていうのかな、あれ、台本作らんかったわけ。ああ、はいはいはい。あのネタね。流れでこんなボケしましょうかみたいなのを決めつつ、まあ、アドリブでみたいな。最初は、まぁ一応、こういうネタをやりましょうか。ってことから始まって、はい。あじゃあ、こういうボケ入れるんで、こう突っ込んでください。みたいなところから、徐々にやりながら、アドリブで入れながらって言ってたんだけど、うん。秋のりさんが 止まるわけ。ああ、まあね。たまにね。まあまあそれは止まりますよ。たまにだわけしかも。あああ。いやアドリブのボケ入れた時とかじゃない。はいはい。え？たまに止まるわけ。たまに。なに？謎の。い分かってるところでもって。いや謎のタイミングで止まるわけ。なんだろう。なんか多分あだから考えながらやってたんだろうね。ああいろいろといろいろと下り下りやってた。いやだからあの人は買収してるなって思いました。阿海さんをね。いや面白かったですよ。あやみさん面白かったですよ。ああその通りですよ。おお面かったですよ。 びっくりまくびっくりまく、えー。えそこまで読まんくても笑い,笑いあ,あそこまで読まんくても笑いが入ってますね笑いが入ってますねじゃないだろうこの笑いは果たしてどういう意味なのかいやい,やい,やいやなんですか本気<当>で笑ってる,るいい笑って言ってるのかいいえ 本気で笑ってますよ。だって見に来てくれたってことです。だからバカにして、なんか面白かったやつは、っみたいな。いやいやいや。俺のはちゃんと笑ってると思います。お前のはちょっと鼻で笑ってる節もあるかな。面白くなかったですか、僕のネタ。面白かったです。はい。いや、面白かった。全組面白かった。結構、全組面白かったです。はずれなしだったような気がするけど。結構面白かったんだけど、4組目、おとしさんと帰りのなんにみんな疲れてたね。疲れてたね。だか失敗だったわけよ。 なんかか鳥だったらさでも良かったさ逆に疲れてたからもう最後俺なんかがこの客を持っていかないとっていうのがあったからだから結局はネタ結局合計12本ぐらいやってるそうねもうそんな見たら疲れるよねそれだけですよ m 1じゃあるまいし12本だよ m 1のクオリティだったら見てて楽しい色ないよこんな沖縄の若手芸人のネタを自分でやるの確かに俺と勝利さんのネタは遜色なかったかもしれないね 俺なんか本受けいやそそれはそうだろいやでもまあまあでも俺なんか本ネタも受けたよね今日ねそう,そうだね一番手だったけどさあそうだよ一番手でやったうまく盛り上げれたっていう感じしたけどねおうおう今日のライブ成功したの俺なんかのおかげみたいなところも <laughs> ちょっとあるけどな <laughs> 一番手で盛り上げた。一番手で盛り上げて、お前らで、勝利さんとで締めたっていう。う最高でしょ、僕は。僕らのライブでしたね、今日。ってことでいいんですか僕らのライブでした。今日は大城陸ライブでってこと目薬のくだりは滑りましたけど、ネタは本当に受けたんで。あれ、二階から目薬の系したい。どういうことや、それ。別に問題ないけど。マジ二階から目薬の系やりたい。目薬でかくないお前のそのサイズ。サイズでかすぎるんだけど。大きくいっったんですけどねやぱ でもだから2階から目薬の話なんだけど2階からの目薬の話するんだけどほんとにお前に1回劇場でたった1からやったさあやったねメートルセンチ俺が寝そべってあれ痛かった痛かった痛いんだ痛いってなんかなんだろうやっぱりはじけてる感あるよね ああ上から高いところからくるからああみたいな目、目でパシャンって弾けてちょっとなんかいつもよりスースーする感じがしたあじゃあ爽快感はいいんだ 爽快感はあるけど視力は悪くなりそうじゃ2回から目薬はやらないでということでこの話は締めたいと思いますどんな締めだばいいやあやみさん本気で笑いましたいやいやそうその通りですよ本気で笑ってましたみんなみんな本気だったお笑いライブに来て嘘で笑わない舞台袖が本気で笑ってたけど舞台袖が本気で笑ってましたね本にね中地のネタなんてヤバかったですからねヤバかった中地のネタねいやまあねじゃあこういう話も諸々しながら企画も一応やりたいと思うやっていきますか とりあえず CM 入りましょうかはいじゃあ CM お願いしますマヤさんこんばんはということでもうコンティニューコインたまりましねんんコンティニューコイン溜まったんだ <laughs> 早いね曲はじゃあどうしようかなワンクロックいきましょうかじゃあワンクロックでこので曲ってバーって並びます 一応出てきます。はい。3番目。3番目なんですか <laughs> 3番目なの3番目ぐらい。 プリムさん、目薬のケースごと落としたらよかったのにいや目に入らんだろ痛いわ何薬になるんじゃなくすぐすらんぐすらん目薬のケースですそれはただ完全感覚のいいそれでいきます最高だ最高だな結構聞きたいなって人はもうラジオ合わせていただいてツイキャスト同時流してお願いしましまもなくえっうそ え、そうそうそうええ、え,え,えこれ始まってるいやーまだ始まってないんじゃないいや始まってるだろチョップスティックスの夜中にちょこっと箸休めポピー はいはいはい CM 開けましたはいお送りしておりますトップスティックスの夜中にちょこっと橋休めはいまあまあ疲れるねやっぱりどっときてるねしんどいね木曜日ってさやっぱ学生としてもそうだしまあいろんな人もそうなんだと思うんですけど疲れるじゃないですか確かにね金曜日はもう最後の日だから休みみたいなので乗り越えれるじゃないですかあるあるある元気がるあるねあるねそれ

コンビのネタの練習を軽く合わせてそうそうそうあ大丈夫だなってなったら休む時間あったんですよ。見,見たりねそそうそう<の>今回は2組だからね、あっちこっちでネタ合わせして。しかも普段やらない人とだから<ー>やっぱね合わせるっていうのはあったんですまあそれがそれでやっぱ新鮮でね、<ー>楽しかったんじゃないいや楽しかったよね。<の>正<直>普段やらない人と この何ネタ合わせするって相当面白いなと思って、うん、結構ねやっぱりあの僕なんかは勝利さんなんですね気兼ねなくこっちからも行けるしあっちも全然あのこんなの入れようかみたいなのをしてくれるしまあネタの,ねこの台本とかも最初は作ってくれたしそれを全然も,っも,もうとっ 助かりましたあそうですもあきのりさんもね思ったより普通にめっちゃ何も特に気使わず喋ってちょっと思ったよりっていうの引っかかっていやみんなだから仲悪すそんなそこまで良さそうじゃないみたいなイメージああ対馬とあきのりさんだってよく言われたわけよああにあのコンビのこの紹介の時とかもそうだし言ってたねみんなねでしょだから 俺は結構なんかタイプが似てるなってでしょだから別に問題なくこれ入れようかな。あ面白くないんで入れないです。みたいな。まあそれはちょっとですけどそれ入ってないですけど。あこれ入れようか。あ面白いですね。うんうんうん。みたいな。でもネタ合わせ見てる感じ見たらなんか楽しそうにしてる感じがしましたけどね。そう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 。だからネタ合わせでももう結構疲れて。ああ、確かにな。いや、俺とかさ。 勝利さんを3回ぐらい持ち上げるシーンがあるシーンがあったようなこのこういうお姫様抱っこをするってもう最初のネタ合わせの次の日普通に筋肉痛してやばいなじゃあもうさヘルニア腰痛持ちだからもう見ててあれ腰痛くないのかなってあっこれか最近腰痛くなってる寝るときさはってなるそれだわけよ朝起きるときもあこれ大丈夫かなってなるわけこれ勢いよく起きて大丈夫かいやだからこれがユージュアリーだわけ あ、腰痛持ちのえ大変だなこれがきつい時にはまた上がってみたいなそうそうそうなんかでも腰鍛えたら腰痛ってあんまりなくなるらしいよだからよいしょ背筋とかそそうう、太もものとか腰そこらへんそうでお医者さんにこうやってなった時にまあ高校ぐらいの時になったんだけどお医者さんになったんですかヘルニアになったってことですかヘルニアになってまあお医者さんのところに店に行った時になんか僕はそうですねんか筋肉とか つけたら大丈夫ですかみたいな「いや大丈夫だよ」って言われてその時結構筋肉別にあったからああそういうことねえ何があるんですかって言ったら「いや君体が硬すぎるよ」って言われて体硬いもんなその何もも裏っていうのもも裏からもも裏かああ前屈した時にはははいいいあっちに伸びるあっちの時伸びる要は腱とか筋肉があるでしょああそこも裏のとこそうそうそうあそこが いとあそれでもなるんだだって持ち上げるときとかって要はここ使わないと腰の曲がったまま持ち上げることってことでそう来たらしくてえじゃあだから腰痛い人はそうですねまずは柔軟から始めていって筋トレですねやっぱスポーツとかも柔軟大切っていうのこれなんだなそうだわけよじゃあでも筋肉大事っていうさ腹筋背筋でも腰痛かったら腹筋もやる気にならんわけわかるわかるわかるわうん 今俺も鍛えようと思って腕立てやろうと思ったけど腕立てのきあの姿勢って結構きつくない？そうあのー、この顔洗う姿勢が一番きつい。ああそうなんだ。やばいだからあ顔洗うときって普通この前かがみでやるさ違うわけよ膝曲げてやるわけ。わ膝曲げて <laughs> 腰を落としてく腰はまっすぐにしてお尻出して。曲げ曲げたら。<laughs> 固まっちゃうからああ、きついねそうそうそうそんな感じでやってるんですようんあすこさんこんばんはいはいはいこんばんはイっぴさんこんばんは,んんばんは平成楽しかった問題は時間かな、うんそうなんですよ、ね、長かったっていうことですか長かった <laughs> だってねリハもさリハも五時半くらいからやったのに七、うん、時だったよう終わったのびっくりした,ったびっくりしたあれ ネタやってないんですよ。<laughs> ネタ通してないんですよ。<laughs> おしゃべりだけで1時間半いって言って。<laughs> 本当に <laughs> fec のライブってね。この伸びるんですよ。楽しすぎてね。それがね、やっぱね。まあね <laughs> このお金的にお得って考える人か疲れたなーってなるのかっていうところ、ね、<laughs> うそうですねお得ですよ、まあ、でもお得っちゃお得ですよねやっぱり <laughs> あすかさん私も腰痛持ちです中学校ハンドしてたので<ら>その時にやらかしたのか何なのか扁平足で体育でバスケを本気でしたりすると足の裏は平足ねえっかもう体ボロボロじゃないですか <laughs> やめとけよ取り替えた方がいいんじゃないですかいやでもハンドしてたってことはなスポーツは別にできるんじゃないのあでも扁平足ね扁平足もなんかきついらしいね あ足の形きついって言ったってもう青靴ないじゃん確かに足の形が違うんでしょ扁平足ああだから土踏まずがないのかなあそうなの扁平足扁平足って多分それだよあそれなのかそう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 あの土踏まずがないから平ら扁平足あれだ逃げ場がないんだあれの衝撃のそう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 だからね足走ったりしたら足が結構疲れるらしいえディズニーとか行けないじゃん行けはすると思うけど疲れるんじゃない人の場合ああ 誰ああかそうか土踏まずがないやつかそう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 あすかさん仰向きでベッドに寝るのが結構つらいですあーああすかさん違<う>腰エピソードたくさんありますね仰向 <laughs> きで寝だよ、はい、あえっ仰向けって。向仰向きで上でねえ仰向きがこの仰向きが腰にいいって言われて <S <S はいはいはい仰、はい、<laughs> 向きで寝ようとしたんだけど、うん、横になってああやっぱりでうつ伏せなるわかる俺もさ 車とかで寝るとき、たまになんか飲んだ後とかまあなんか、冷めてきてるし、タクシー使うのもなって思うとき、車で寝たりするんですよ。邪魔にならないところに止めてあるからね、車自体は。で、そこで寝るときとか、やっぱあの慣れないところで寝ると腰痛くなるわけよ、俺。横で寝るね。横が楽だよな。じゃあ、だから横が本当はいいらしいわけ。でも横でも寝れなくて、うん。うつ伏せが寝やすいわけ。 で、そしたら、一応肩も凝ってるんだけど、普段、首もね。はいはいはい。だからもうそこもバッキバキになって。ボロボロなな、お前も。だから寝方変えようとしてるんだけど、眠れないわけ多分、その凝ってる原因とかもバッキバキになってるのも体硬いからだと思いますよ。だから、なら、ジュはしたいですよ。やめない、そんなにしゃり方。ちょっと思いますけど。ちうっと思いますけど。お風呂上がりやろうとしてるんですよ。ああ、はいはいはい。やろうとしてるんですけどね。忘れちゃうんだ。 急激に腹減ってきた <laughs> <laughs> こ今、うん、じゃあ腹減ってきたところで今回企画きまい <laughs> りましょう <laughs> では今回の企画やっていきましょうはい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  はいというわけでこのコーナーは文字通りも究極の選択をあのまミキさんのキャンさんも交えて3人で考えていこうというコーナーですそしてまあツイキャストの方々と意見が対峙した場合対峙した場合はこの場合はもう僕たちが徹底的に潰しにできたいとそんなことしなくていいでしょうね企画やろうかなと思ったんですけどちょっと一つはい メッセージ来てますのルメールますトップ6の皆さんこんばんはこんばんはまあ皆さんとか書いてなかったんですけどちょっと僕がつけたじゃんナなたリアンですはい毎回ありがとうございます今日の編集本当に行きたかったですああ話は変わり沖縄国際映画祭でしずるさん熊田正さん近くで見ましたおおいいですねまあいろんな人のメネッを生で見ました面白かったですってことでそれもちろん面白いよねまあねいや僕たちもその当日土曜日か土曜日その お笑,ね、あのお笑い劇場っていう,う僕たちがあの毎回毎月やってる定期ライブがあるんですけど、うん、その定期ライブをやってるところの向かいに<う>控え室があったんだよねそ,そこでだから有名な芸人さんたちがいるわけですよねめちゃくちゃ出入りしてたねチョコレートプラネットさんとかねあのー…あフットボールアワーの、ね、ー後藤さんとかねあきなさんとか<う>インディアンスさんとかねあと あのオカリナとかおかずクラブだそう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 もう二人とかいやでもめちゃくちゃめっちゃたね興奮するけどみんなやっぱ大体喫煙所で話してるから僕タバコ吸ってないんでそそうう話しかけに行くだけに喫煙所行くのも何か違うよな間違ってるよその その控え室っていうか、なんだろう、友達同士で喋ってるから、うん、同期とか後輩とかで喋ってるから、それを邪魔してまで、なんだろう、ファンですって言いに行くのもどうかなみたいなのがあったりして、あ,ねねまあ、あと、いろいろ忙しかったしね、そうそう劇場も。僕は有名じゃないんで、全然声かけられたらいつでも嬉しいんですけど、<laughs> それ宣伝して声かけてって言ってる、ね、<laughs> 完全に。やっぱ有名な人って、うん、あちょっと今は違うなって思うときとかあるんじゃないかなって思っちゃうよね、やっぱり。 だからそこらファンが歩いいてるわけじゃなですうそうそうそうで多分ここに来るまでにも何回か声かけられてる分タクシーに乗ってようが外からバイバイってされてあありがとうございますみたいなのもあると思うわけよそれすらもうあれなんですねそうそうそうだから疲れてるんじゃないかなとか思ったりして話しかけづらかったですねそうそうそうまあでもねまあいろんな人見れておうってなってですねちょっと ということで究極の選択。そうだった、そうだった、究極の選択、企画。行きましょう。今日やりましょうか。今日もじゃあ、問題をお願いしたいと思います。ちょっとじゃあ、究極の選択ですこれやったっけ。え、どの選択ですか。えっと、一生死ねない人生と二十四時間以内に死ぬ人生。あ、それやってないな。あ、やってないですか。じゃあ、ええ、お題。えすネタバレしてるけど。一生死ねない人生と二十四時間以内に死ぬ人生、どちらを選ぶかっていう話ですね。 まあ今ですからね、<laughs> 今。二十歳ですよ、えー。そうですねです 24,、えー、24時間以内はちょっと短い気もするし、一生ってなるとかけがえがないじゃないですか、何事にも。も周りはバタバタ死んでいくわけですから、あ<ー>もう、どうですか、もう二十三40、50年後には、60年後ぐらいですか。 <う>80年後とかにはもうほぼいないですから友達でもそうすると孫より孫より長生きですからひ孫より一生えやっぱそうすると24時間以内がいいのかなっていう感じがするかな僕はいやーでも今しあ明日死ぬ明日まあ明日となるとちょっと変わってきますけど <laughs> う <ん S 2> そうでしょだから今をめっちゃ絶頂に楽しんでもこれ以上ない幸せっていう時に死ぬっていうのが ベストでしょ、<ー>みんないや。まあまあまあ、それは、ね、そうですよね。みんな、人って。そうですね、幸せなままは死にたいですけど。ってことは、まだ僕たちはそこまで絶頂味わったのかも知らないじゃないですか。ああ、いや、絶頂ではないな今死んだ時に、死ぬ瞬間にやっと、ああの時が一番楽しかったっていう。そうね、気づく。<laughs> いやでもだから死ねないんですよ <laughs> 死ねないんですよそう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 ,そうわーでもやっぱこれでも今60歳とかの人に聞いたら違うのかなあーでもうあ違うんでしょう、うん、あーでも60歳ぐらいの人だったら24時間って言うんじゃない、うん、あ言うのかな結構生きてるからあそうかなちょっとキャンさんの意見聞いてみてもいいですかキャンさんが今30ぐらいですよね 30, 30代ですよね3代です 来月なんで31年生きてきてどうですか24時間以内に死ぬのと一生死ねないそうそうです。自分は一周回って一生死なない方がいいですああまあねそうですねいろいろ見たな考えてやっぱ24時間生きるのかうんでですかそれは 自分は時間が欲しいんですよああそれあるね時間が欲しい深い人間なんで何でもしたいんですよはい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 趣味とかも多いですもんねああ確かにで時間があるっていうのは非常にすごい魅力的で強いですね確かにただ精神力が普通あの一生死ねないってことは先にみんな死ぬとかそうですそうです絶対的なな孤独んですよそうですだからそうですよ だからそれに耐えれる自信がついたから自分は一緒じな <laughs> い方が、ああそういうことね。もう精神もそういう精神はついたと孤独で生きていける、孤独で生きていけます。いや生きていけるって言っちゃダメです。<laughs> <laughs> もうダメですよ。女の子来なくなりますよ。ああまあ確かにそうですけどね。うっね <laughs> ああまあだから。 そうですねそれ聞いちゃうとやっぱりあ<ー>まあえでもあのツイキャスのまやさんが2人は24時間以内に彼女作らんとねってうるさいな、あのー、いやそうなると一生かなやっぱ24時間以内にはできない気がするからるだ,っだってやってないこと楽しんでないことやりたいこといっぱいあるさまだまだあるね確かに例えばまあね僕から言わせてみればまあ遠くの 県外とかの釣れる場所で釣りするとかまあ船船持って釣りするとかはいはいはい、はい、まあいろいろありますから釣りしかないやしや <laughs> 釣りするとか。 ばっかりでしょやりたいことっていっぱいあるでしょそ<う>って考えるとやっぱりそうだね、うん、やっぱ僕たちがやってる芸人っていう職業も経験が命みたいなところあるので、うん、そうなると一生死ねない芸人ってめっちゃ面白くなっていくのかな <laughs> もしかしたらねもう訳からないんじゃない,いろんなジャンル取り入れてなんかよくわからなくなりそうだよね だろうね年功序列とか言ってられないよないはずな多分だってみんな敬語でしょうんいやいやいやまあこれはねいろいろ何かこの何だろうデメリットメリットはあるけど結局はまあここでの意見は僕たちスタジオ内の意見は一生死ねないこれで決定しましょうということで究極の二択決めました一生死ねない一生死ねないです1問目はうん。 じゃここら辺でなんかちょっと簡単なやつ言っておきますああまあ軽いやつね欲しいですねあやみさんはあとから周りが死んでいくのが嫌なので24時間がいいですそれなんですよねでもなんかツイキャスの方は結構24時間多いなのかなどうなんだろうまあまだあんまり意見ないから分かんないですけどまあどうなんだろうねそれもありますよねまあどっちだ死んでいくの寂しいしねだからこそ究極の二択というそうそうねいいですねはい次行きましょうえじゃあきましょうはい 恋人が車にひかれる光景と恋人が浮気をしている現場は見たくないのはどっちへへへへへへへ車にひかれてる瞬間と浮気してる現場はい,はい,、はい、いやでもこれはもう僕は即答ですね何ですか普通に車にひかれる瞬間じゃんえっ<嘘>いやそうでしょは俺車じゃなくて浮気なんだけどええじゃあだってさじゃあお前見たことある人が車にひかれた時 俺が引かれたことはあるけど映像とかで見たことある見た…映像見たことある見たことあるあまあでもスピードとかにもよるのかなあまあ俺が俺自身がゆっくりなペースで5回くらい引かれたことあるああああれでしょそれが脳裏に残っててゆっくりで引かれるっていうイメージだったわ究極の二択でいう引かれるはもう結構でしょあの、引かれるってだけだから引かれて死ぬまでは書いてないあでもど別に死ぬまではいかないないぐらいの引かれでしょでも引かれるのは見たくないんじゃないえでもあまあ怪我の程度によるけど そうまあまあまあねでもやっぱ究極の二択ってことは追い込まないといけないので <laughs> いや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 でも浮気と釣り合う状況にしないとダメってことで入院レベルでしょ入院レベルではあると思うんです入院超えでしょ一応ははいはい既得とかまではいかないあーでもやっぱり車椅子とかまでもいかないっすよね多分いややっぱりだからいや車でしょ1週間 1> 意識不明とかそんぐらいっすかねうわだから引かれてんの嫌じゃない 引かれてるの見るの嫌だ。引かれてるの見るのも嫌ですけど。お前は何浮気が嫌。浮気が嫌なのなんでまあなんでかは大体想像つくけど。いや、大体浮気嫌じゃないですか。まあ嫌だよ、そりゃ。それは嫌だけど。え、浮気ですよね。嫌ですけど。うんえ、なんで浮気じゃあ逆にその浮気を超えるを超える理由は何いや、見れなくない。見れなくないいや、恋人でしょ。はい、恋人です。もう可愛い大好きな子でしょ。はいはいはい。引かれるんだよ。 <い>や車に目の前で別の男と寝てるとかの時の方がおる浮気…少ないっすかあ <laughs> まあね浮気してる現場だよライン<あ> LINE 見る、ね、とかじゃない現場だよあーそっかそう寝てるじゃ瞬間あお前とイメージしてるシーンが違うわ俺多分出会ったのはその恋人とそのへ浮気相手が歩いてくるシーンしか思い浮かばなかった俺はもう確実にベッドです <laughs> だから浮気してる現場だもん、だって2人で歩いてるだけでは別に仲いい友達と歩いてる場合だってあるわけですからだちょっと浮気してるって確信持ってる現場ってなると、やっぱりやってるシーンあるかあるもんね、いや、でも待って、ツイキャスの意見ちょっと聞いてみますか、川子ちゃん、車引かれてるのか、いや、なんで川子ちゃん、ちょっと意見聞かせて、シュプリームさん、恋人が浮気をする瞬間は興奮する。変態でしょ、えー、お前は すいませんこいつこいつでいいっすかやめれこいつこいつ論外だな言い方言い方やめれよ、お前それいやってことはシュプリムさんは自己流心が嫌ってことですねってことなんじゃないかなマヤさんどっからが浮気だから今言ったベッドですよねベッドが彼の線では浮気まあでもキスから浮気かなあまあそうでしょキスしてるシーンでもいいとしましょうじゃあキスしてるしああでもチュしてるってことはもう確実にああ そういいことじゃな浮気してるって分かるじゃないですかゆぴさん、ゆぴさんユピさん私の彼氏先月、引かれちゃったらめっちゃつらかったあーまあまあ、それつらいっすよねいや、だからそうなのよ、引かれ、いや、でも、どうなのいや、俺、引かれたら多分…あのー…すぐその…処置するというか、いや処置はするけど、できないものさ、一応まあそこまでのレベルじゃん、いやでももう多分でも、ドキドキの具合で言ったら、やっぱ引かれてるときの方がバクバクうが、やっぱその、バクばクはするさ。 で生きてるかどうかも分かんないもんね感情的な嫌か嫌じゃないかでいうとあれさ浮気を見てるとやっぱりなんかやっぱななるじゃんなああこれじゃ結構簡単じゃなかったなな10歳上のキャンニーさんにキャンニーさんに聞いてみましょうかじゃあちょっと師匠お願いします師匠はどっちがいいですかえ僕はですねやっぱり車にひかれてるのが嫌ですねですよねんでですかそれは 別に確かに対処はできる自信はあるんですよ。ああ、その引かれた後の救急車呼んだりとか、応急処置したりとか、の例えば腕がひん曲がってたり、内側の方向ったり、まあ、究極体がちぎれてたら、もうそこでおしまいじゃないですか。まあね、生きてるわけですよ。ああ、そうですね。ああ、確かに。はいその最後に立ち会うっていうのは、できるとは思うんですけど、はいただやっぱり、心痛いな。やばいですよね 真面目なな話見れたもんではないでいや浮気されたぐらいだったらお別れしちゃうと,さと幸せになってくださいですよああそれ聞いちゃうとねちょっとそうそうねでも俺のやっぱめっ,ちゃめっちゃ好きでもですかだって好きなんだもんああ <laughs> めっちゃ好きでももう浮気したらもうじゃあ僕じゃダメだったのねってあ<ー><や>あーまあそうですねそこが大人っすよね,そう,ですねそうだよ そうな俺がガキだったからそれも原因があったかもしれないってことどどどううう、はい、今の意見聞くとやっぱ俺がちょっとそのの俺は俺で自故の現場をちょっと甘く見てたなそうだよ甘く見てたあの、あんまり自分の好きな人とか女の子が血流してる瞬間ってあんまりないと思うんですよあんまりどころじゃないぐらいないからねそれを考えるとちょっと事故ってる瞬間って結構。 でしょ即答する理由も分からなくはないでしょだからからコメントくい。浮気してたらそっちの方がいいんだって思うたけどさ、同じです。でも引かれたらかわいすぎ耐えられないと。やっぱ好きな人ですから。恋人ですから。あっ、そっか。でもタイプによるんだはずな。多分、ちょっと引きずっちゃうタイプと。 その自分的にパッて切れる人だったら多分事故現場って言うんだはずそうだねああそうとねちょっといや好きだったのにってちょっと引きずってしまうのかもな俺はははははいいいいだから浮気って言ったかもでも今の意見とか聞いてたら事故る瞬間の方が嫌になってきたかなやばいだろうんもうもうやばいまあまあまあじゃあここでの意見は事故った瞬間とこれは結構満場一致ぐらいじゃないあのどう ?82 とか82とかのレベルじゃない満場一致じゃないやし。 八二も満場1じゃない九一八二レベルの1位ですけどね。ほら、飛鳥さんも。浮気のほうがいい。はい。ということで、まあ第二問は、そうですね、自己現場を見る方うが嫌ということ。はいはいはい。はい、解決です。はい。じゃあちょっと。そうです、嫌ですかね。じゃあ、ここら辺で一度 CM 行きましょうか。CM お願いします。あと、まあ結構問題あるんですだえ全然あるまだだって十問ぐらいなんでしょう。54、3ぐらいなんで。31。 作ってもいいし作ろうかな来週から作ってもいいと思うけどね何回か何個かは <laughs> すかちゃんでも浮気の方がいいけど浮気されたらとことん仕返ししますっ、えー、<laughs> 返すって浮気するってことじゃあ腰を攻撃しましょうねどういうい意味だもんそれえっ、ー、強いですね女の人って強いよねだからやっぱり女の人すごい逆、うん、に相手が浮気されてそれを引き目に感じるんだったらこっちが優位 ああそ,そ,そういうことね <laughs> あれは友達にもいるわ <laughs> どういうことどういうこと浮気したけど続いてて、うん、その女の人にいろいろ条件を課せられてる人とか、うん、えどっちが浮気してた男が男だ <laughs> 浮気してて <laughs> ああねっそて。そう <laughs> そういうとそう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  はいということで,で CM をけました、ね、あやみさん浮気されたらはい、はい、まああつかさんがね浮気されたらところとも仕返ししまし、ね、<laughs> 強いですあやみさん私は仕返すより落ち込むタイプですあーやっぱねもう二択に分かれるんじゃないですかいや,いや僕も落ち込むタイプですね多分いやまあ落ち込むだろうなーでも結構、うん、めめまあ半々ぐらいなのかな仕返す感じん仕返すってでもなかなかどんなことするんですかいやだからこっちも浮気したりとかいやでもだから仕返すほどの気持ちがあるやつってもう分かれん いやだから、その…いやでも、その、司会しながら続けるってことですよね、仕返すってことは。ああまそ別れるっていうよりは、その罪を償ってもらう、隣でっていうことですよね、多分うん。ということじゃないですか、やっぱ、だからそこら辺ので考えたら、気持ち強いんじゃないですか、やっぱり。司会しながらもずっとそばにいるっていうことは。じゃあ、あと1問、2問ほどいきましょうかね。 ここら辺でちょっとあの SF チックな問題をいきましょうかもう SF といえばキャンさんですからね <laughs> キャンさんちょっと活躍時期かもしれないですけど <laughs> ま,あまずはじゃあ僕たちの意見をちょっと嘲笑いながら聞いてもらって <laughs> <laughs> で訂正をしてよろしくお願いしますはいじゃあいきましょう、はい、未来が読める能力と人の心が読める能力欲しいのどっち未来と人の心未来が読める能力と人の心が読める能力うわこれきないやつだ だから、未来を読めて楽しいのか未来が読めてその結果が分かってて楽しいのかっていうところを人の心が読めて傷つくかどうかコミュニケーションを取れて楽しいのかいや、だから人の心分かれば傷つくっていうかあいつあ嫌いだなみたいなそこも訂正できるさ人の心が分かればああ、何かすごいんだなと思ってるのかああとか態度を変えていくっていうことですよね あでも俺も人の心かな結構なんかあの周り気にするタイプなんでやっぱり人見知りだったりとかあるんでねやっぱ人の人の心が読めたらまあそうですねいろとできることか佳子ちゃんあやみちゃん人の心ああやっぱ人の心か飛鳥さんも人の心うん人の心ですねゆっぷさんまーやさん未来がいい未来は未来で魅力ありますけどね そうですねエメット・ブラウン博士が<来>タイムええー、そうですねエメット・ブラウン博士がいやいや博士の名前2回言われても <laughs> エメット・ブラウン博士が,、ね、博士が何なんですかあのー 映画なんでしたっけ <laughs> バック・のエメット・ブラウン博士はもう,うはい、はい、あれエメット・ブラウンっていうのも,もうエメット・ブラウンドックって呼ばれた。あ,あどいやドックで言えんやそっちだったら分かってたわ、<laughs> 一発で。お前エメット・ブラウンって言うか分からなかった <laughs> 過去や未来を行き来してね、タイムマシンって。未来が分かれば、こうだから直せるっていうつもりなのかなそう,そういうことですよね。あんま変わらないですよね、本質は。ああ、でもそうだな,な、それ考えると迷うな。うん。だから。 いいろろとと回避でできるってことですよ、ね、だからそうあゆみさんの意見がいいんですよね未来が暗かったらへこむかもしれませんそうそうそうそれよねだからそれを直そうってできるほどのなんかじゃないことでもありじゃないですかそうそうそう,そういついつ誰が死ぬとかああはいはいはいまあそれまでにまあいろいろ楽しむこともあるんだろうけど確かにそれがねやっぱ難しいさ<ー>その分のショックがあるから未来が来る、はいはいはい、で、うん、やっぱねこうな、うんだろう先が見えないワクワク感みたいなのがあった方がいいからねそうそう で付き合ってさ彼女できました別れる未来見えたらもうやってないどうすればいいつ別れるんだろうって気になってさもう未来より早めに別れそうじゃんどうすればいいんだろうって感じになるよねまあそれはそれでねでも未来分かるのは分かるでいいこともありますけどゆうぴさんね人の心が読めたら人間不信になりそうそれもね一理あると思うけでも人の心読めるから不信にならないじゃないですか だってかるもん本心がいやだからなんだろうえあいつやばくないみたいなみんなが思ってたりしたらまあ変えるようにしていけばいいですけどああまあ毎回毎回思われてるのってきつくないですかそうだねまあまあねじゃあいきますか FFFF じゃない SF 宇宙のキャンさんと呼ばれてるんだ宇宙のキャンさんの意見を聞いてみましょうはい僕はですねやっぱり 未来が知れる方が。そうですね<ー>。やっぱロマンを追い求めてる人っていう感じがしますね。<laughs> どういうことですか。<laughs> なんでですか。やっぱり。あのー、特に日本という社会において。はい,は,いはい。日本の心を知っても、はい、いいことないと思います。<laughs> あ確かに表裏とかありますもんね結構キャンって年上ですねあれ ?10 年ってこんなに違うんだないや、僕も言えますよ人生健あ言えます人の心が読めた方がいいっすよあなんでですかそれはいや今のこの社会社会です未来が見えたところなんだって 未熟者すぎますねちょっとあと10年10年早かった10年とかで滑舌が悪かったで10年早かったじゃね滑舌が悪かったですやっぱ10年早いかまだ大丈夫ですよあと10年同体続けたらこうなりますいやいやだ何すかそれい何すかそれ何すかそれ何すかそれ何ちょっとキレてるから。はぁどうですか今の聞いて意見変わりました いや、僕は人の心ですね。あでも俺もまだ人の心かな。うんいや、だからこの変えられないっていう意味で未来が見たいってことですか人の心を。いやあの未来が見えたとしてもはははいいいまあ、どうせよくても悪くてもはははいいいできることだって限られてるしはいあそう人の心見るショックとかのマイナスよりはよりは、どうせああもうって諦めがつくのかなと。 この問題を、で、プラス側を見るか、<coughs> マイナス側を見るかですね <coughs>。あそう <laughs> あー、確かにそうな、うんね。えー、そうなんですね。2>, <うん S 1> 2対1だっ,つったので。<laughs> <laughs> 人の心ということではい、はい。結構、メンタル強い人が人の心を知って、な、うん、のかなどうなんだろうな。だから、人の心を知って、その、好かれるように変えていくっていう人は、多分メンタル強い人なんったょういいよ。それを回避するっていう人は、多分メンタルちょっと弱い人なんだろうね。<laughs> <laughs> あ,あ、そういう占い師の方ですか僕は結構あの、うん、人間観察が趣味でして<あ>究極の選択占い師究極の選択占い師とこれによっていろんな 結果が見えてくるじゃあ僕のさっきのあの恋人が惹かれるのと浮気のシーン <はい S 1> あ速でまあ即答で恋人が惹かれるシーンってが見たくないってことですかあれはどういう精神状態というか性格が読み取れますかあれはですね <はい S 1> あれは惹かれるっていうあの,のにトラウマを抱えてらっしゃると思いますよねあの方は <laughs> あの方は惹か,れる惹かれるというシーンに対して異常な恐怖を抱いていますああ そうですね。そうなんです。今思い返せばそうかもしれません。人に。 まあ何か僕が話をして人が引いてしまうとはやっぱり辛いですからね皆さんこれはネズミ講のラジオでありませ皆さんすみません戻りましょうえっと壺5五千0万円高すぎるだろや5 0万円でだから誰が買うば1壺五千万円でセレでも買わんだろうしどうしますかあと一問ぐらいやりますかそれともエンディングトークを長く撮りますかそういう業務的な質問をこんなところでやっちゃいますいや今日はちょっと一旦曲を聞きたい気分なのであ曲あるんだ僕が曲まあさっき探したんです 曲を歌ってます。すはい、あの<え>やつらですよ。でやつらって。ワンオークロックで最高だな。お前完全感覚ドリーマー。<laughs> あるたつは。じゃ <laughs> やめれや。帰り道でも聴けるだろう。いいですね。久しぶりに聴くといいですね。完全感覚ドリーマー。いいっすよね。今日も… さっきの問題言いますかやなみねさん <laughs> 未来はどの道を訪れるから知れるけど人の本心は一生しああそれい,いい,こと言います、ね、新しい意見たまにはいいこと言いますね新しい意見やっぱ平成期後だからかな <laughs> だいぶ見にきた後だから <laughs> ええー いいですね。飛鳥さん、私が苦手な人は相手も多分私のこと苦手。ああ、でもこれはあるよね、結構。こっちが苦手かなと思ったらあっちもちょっとねっていうのあるの。たまに、い気読めないやつとか読めないやつとか。人は基本信じられませんよ。ああったんですか結婚とかできるかな、将来的に。頑張ってください。飛鳥さん、どう思ったのかな基本信じた方がいいですよ。まやっぱね、信じて、 絶対基本を信じた方がいいですよ。そうしたとしても。ただ悪い人もいるよってのだけあったの基本にイメージして、ね。って僕は思いますけど。二十、うん、<laughs> 歳のやろうか、が自分の自分の心に聞けばいいですから。いや、キュえ歌い出すな。<laughs> 完全感覚ドリーマーはもう完全にあれですよ。僕がワンオクにハマったけど。ええ <laughs> 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 歌うな歌うな 他に今日二人でちょっと乗っとくんでって声高すぎるなちょっとホンにいいワークロックライブ行き沖縄来てほしいな来てたよねこああまあこの間ねあでもあれチケット倍率めっちゃ高かったよでしょだからやっぱあでもこれもう一回来てほしいなあのねお客さんで行く人が多すぎて バイトは結構足りてなかったみたいああだからバイトやればよかったのか最悪あっちの会場のバイトを入ればあめっちゃいいのそれ見れる歌声だけでも聞こえはするいいね 2days とかでやっとしたやつそしたら 2days あったよこの間だからあ、2日間行ったそう、初日、あ、いや俺は2日目に行ったんだけど初日はバイトやって2日目はライブにあれでくお客さんで行くみたいなやつもお友達にはいたきつくない っったっすよ疲れ抜けるでしょそれ抜けないですよ抜けないですようんやばいやでももう本当によかったねしかもアルバムのツアーだったからさ新しいアルバムの曲を番組でアンビションみたいなのもいたよねめちゃくちゃ良かったねほ、うんと<や>にあのライブ見に行って泣く人の気持ちは分かるんだわかるあもうお前の中のンナンバーワンはもう黒 <laughs> もうだ。 中学校ぐらいから聴いてるよねそう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 ,そうずっと流行る前からまちょい流行りくらい知られてきたぐらいの時からずっと好きなんででもねうんにわかと一緒にされるとちょっと <laughs> 怒るよねぶち切れますけど僕はだから君たちが聴いてたから聴いてたみたいなあ一応聴かせてたもんねレベ,ルレベルですから、うん、だからな,なんかなんかちょっとまあ流行り出した時に聴いたらあこの曲もわかるこの曲もわかるこの曲もわか, <laughs> かるみたいな名前は知らないけど知っ、ね、そうそう,そう曲名はわからないんだけどみたいな いい曲ばっかりですよ。多いっすよ。完全感覚ドリマーとかの時に同級生は誰も聞いてなかったんで。ああマジっすか。完全感覚ドリマーって最初の辺ノタ？え2009年とかじゃないですか。ああでも結構前だぞ。小学生ぐらい。ああそっか。はいはいはい。だからもうカラオケで歌ったら誰もついてこない。へえ。今やばいっすよ。今やったら。翔理さんとか三人で行くんすよ。三人でももう。頭振ってるよね。 しんどいいらおかしいよね。声的に歌いやすいんですかね自分は。ああ、あんか高いんですかええ。めっちゃ。うらやましいね、でも。安心してください。僕は今でもワンオーケーかないの。ワンオーケーって言うんだ。カラオケみたいに言うな。ワンオーケーロックって呼ぶタイプの人。かオンオーケーなしかも。ワンオーケーかオンオーケーな 英やめないってことですね、頭が悪いってことですね、じゃあ、はい、お送りした曲はワンオクロックで完全感覚ドリーマーでした。はい、もう最高でしたね。じゃあ、そのまま、エンディングいきましょうか。エンディングいきますえ、もう、でもだって49分ですはいじゃあ、エンディングいきましょうか。はいエンディングということで、お送りしてきましたけど、まああと、そうですね、7、8分ほどですけどね。 本当ですね、やっていきましょう。いやー、今日、平成期がきつかったな、あって楽しかったけど、ばばばってばたばたできましたけど、めちゃくちゃばたばただったよ、もう今日、お家帰るのもめんどくさいんで、こっち寝て帰りましょうかね。ちょでも本当に、本当にそうしたい。明日、そのまま学校行って、いや、それはきついけど、俺だって今、目も充血してるし、肌も荒れてるし、そう。 もう体調悪いと寝ないとコンディションねお肌の調子が悪くなってくる俺お肌弱々芸人なんですよ弱々なんだ最近あ,のあれやってたんですけど『アメトーク』でやってたんですけど <うん S 1> お肌弱々芸人書い <うん S 1> たらすぐ赤くなるしかゆ <うん S 1> くて書いたら <うん S 1> どこかしらずっとかゆいんですよだからバイクのヘルメットフルフェイスなんですけど <うん S 1> めっちゃいやあかゆいんだかゆくなる見れるし帰れば いやいやでも単車だから単車だから乗らないと危ないからあれでフルフェイス僕は弱くはないんすけどうつりわりがめっちゃ早いわけあほんとにだからなんていうのちょっと寝ないとか体調が悪い時間時期がちょっと2日ぐらい続くともうすぐあ体に出やすいんだじゃん出やすいででもまあちょっとしたらすぐ治るああ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 あそうそれもあるわけ俺多分 右右顔を右顔面を下にし、あ、何だろう地面につけて寝てるわけだから右顔面のニキビが多いわけよそうそうそうだからそう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 ,そうまあだからこの押された時の、はい、この何衝撃とか抜けないさ空気があはい、はい、それでたまるっていうのもあるらしいしずっと毎日同じの使うのもあれだよねああダメなんだだからよくあれするよバスタオルを巻くよ 枕ああ、これね。うん。枕カバー毎日変えるの大変でしょあ、確かに。バ,バスタブルとか被せれば、あ、そうか。被せれば、おいいこと聞いたの、ね、今でも、まあ仰向けで寝ればいいわけですけど、ね。まあ仰向けで寝るんですけど、<laughs> 起きたときはうつ伏せだったりするんですよ。寝相悪いんで。いやでも最近はもう眠りの質が悪い。確かに。悪いこと極まりない。なんでかなしじっくり寝れた試しがないな、最近。そう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 。だから、10時間、12時間。 でも眠れるレベルっすよえ僕はね、<う>寝る直前まで携帯いじってるのっていう,のいうあ,あ、まあそれもあると思うんですけどねブルーライトとかでさ最近はもうそうっすね、そんな感じの、うん <laughs> 寝る前はこれみたいなルーティンが春休みがまだ抜けてないんだよまだ抜けてないの1限結構あるでしょ2時とかに寝ちゃうわけよあでもまあそれは分からんでもない12時とかにもう寝れる状態にあるんだけど結局動画とかそうそうそういろ見てダラダラしてたら2時になっちゃって意外となぜかなぜかちょっと寝たくないなっていう気持ちも出てくるよねなぜかね起きたいけどまあでも明日早いから寝るかみたいな感じで寝るんだよな結局ね無理やり無理やり寝に行くみたいな今日

それもあれですね。それいいっすね。じゃあ今日こっちの FM ノワンの床で。いや、家の床で寝ればいいんだよ。わざわざ。お前、家ノワンだろ。ノワンですけどね。俺、首里だよ。ですね。しかもバイクだし。ですね。体勢ずっとだからもう腰痛いには痛いわ。でも、じゃあ寝てったわけね、こっちは。いやだわ、それ。10分寝たら背骨矯正になるから、で、ぶっていったんですよ。俺、本当に1時間でも家帰って寝ますから。 やっぱね家で寝るっていうのは結構ねベッドで寝てるエネルギーの回復力が違うんですよでですねなんですけどまあ先週の土曜日ですかはいはいはいまあこの来た土曜日来た土曜日に FEC のがあり劇場がありましてそして本日ですねもう昨日になるんですけど平成がありましたけどあさって土曜日あさって ええ、小座お笑い劇場。ははははい、はい、はめ詰めだね。これがございます。はい、はい、はい。今回はですね、僕たちと。はい。まあ、ハンサムさんとか。おお、べと。ドラゴンエマニュエルとか。ああ、いいね。まあ、もちろん、ええ。パラナイス。パラナイス。わさびさん。わさびさん。わさびさん。出ますかね。って感じじゃないですか。出ますので。ええ、でも、いいですね、メンツ的には。まあ、小座お笑い劇場は。今月でちょっとお休みになるのかな。 あ、えっ、ー、と、3ヶ月に1回ぐらいになるのかな,なるのかな、ね、ちょっと,とお休みになると思うので、まあ、はいはい、久し、もう、ちょっと休みに入りますから。はい、それでですね、はい、ていただいて。あと、あ,とあれですね、はい、土曜日といえば、土曜日といえば、あのー、人気ンラジオ。<laughs> ラジオの告知をラジオで <laughs>。人気ンラジオの、何ツイキャス配信係を、うん。 僕たち2人やってますのでそうですね4月あの <laughs> <laughs> ぜひあのツイキャストも見ていただけたらなと <laughs> 僕たちが頑張って撮ってるのでま,あまずは土曜日の小座割笑い劇場<は>いこれお越しくださいね<は>いろいろまあ企画やら小座についてやらまあいろいろやっていきますのでネタももちろんやりますのでまあなかなか豪華な面々で。 まあそうですね、でも結構。僕たちが出るってことはね、相当豪華ですからね。ハンサムさんと一緒になったことないですからね。僕たちが出ることはとか言ってるけど。小ザお笑いでね。全然。確かに、小ザお笑いで。そうそうそう。1回ぐらいしかないよね。アアマチュでちょコザお笑いでっていうか、多分お笑い劇場もあれじゃないね。事務所入ってからは一緒にやってあ、そっか、デビューしてからはないのかな。そう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 。年祭とかの時しかない。いやだからまあ楽しみな舞台でもありますんで。いやだからそうっすよ。もういろいろもう。 いろいろライブがありますから。はいはい、で、5月もまた劇場がありますから母のの。ちょっと早まってますね。ちょっと1週間早めなのでご注意してください。はいはい、ぜひよろしくしぜひお願いしたい,と思います。まあ今からね、いろんな芸人に声かけていただいて。はいはいはい。 僕たちもぜひ受け付けておりますので t w i d m なので小座でもいいですし土曜日のそうですねまたおわい劇場もありますので5月の13日ですかはいはいはいありますのではちらの方もよいしくお願いしますということで本日はい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 ッいスいは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 めはい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 かいはいはいいいいは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 まはいはいはい <laughs> 80歳で死ぬよ定ですけども50歳で死ぬからね <laughs> いやいやいやまあまあいい人生だなはいということで、はい、お送りしました「<laughs> チョップスの夜中にちょこっと箸休め箸、はい、休めになったでしょうか <laughs> そんな締め方初めてしたわ <laughs>、はい、ということで箸、はい、休めになれたらなということでこのラジオを送らせてます、はいただいうわけでありがとうございました来週もお聴きくださいよろしくお願いしますありがとうございましたはいはいありがとうございました ね、スプリームさん、ツイキャスシのカメラ電池頼むでって、いや、そっか、切れたって言ってたあれ、だからモバイル充電器持たないとなっていうそうなことになりましたけど、マヤさん、閉まらないよって、さっき閉まってましたもん、終わりましたねら、菊さん、来月の劇場行くかもってことで、ぜひお願いします。じゃあ、そうですね、行くのが決定したら、ご連絡いただいて、予約しますので、はい、お願いします、スプリームさん、サーフ番ってことで。 今から始めましょうか。ありがとうございました。今日は本当に、スプリームさん、イップさん、マヤさん、ありがとうございました。ありがとうございました。アヤミさん、もあやみさんも、そうですね、平成期からイップさんも、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。カーコちゃんもありがとうございました。ヨッピーさん、ありがとうございました。初めてですかね。初めてっぽいですね。ありがとうございます。ということで、ペーターさんもね、コインありがとうございます。ありがとうございます。もともとしてない状態ですね。 ということで、ありがとうございました。今週もまた、あり,またありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。ということで、さよなら。